寒いですね。寝坊しはしてないけどギリギリ。ギリギリです。いつも通り。ございます。めっちゃ寒い。今何度なんだろう。アイロンかけまして、今日は一桁、やば、めちゃめちゃ寒いじゃないですか。顔がまだ眠いですね。おはようございます。おでん食べたい。いいね。おはようございます。起床はまだ終わってない。起床はまだ終わってません。髪が浮いてて大ピンチです。帽子かぶりたいけど帽子はかぶれないので、ちょっと我慢ですね。
クリスマス配信の予定はある。クリスマスに配信は多分すると思うけど、クリスマス配信というものはやらないですよ別に。特に特にやらないかもしれないですね。特に普通に喋るだけだと思いますよ。そのピーケ練習してね。ね。っていう、まあ冗談を言いましたけども、わかりません。それはちょっとね、クリスマスね、どうせあれでしょ、ケーキ食べない、どうせケーキ食べないのっていう話でしょ。ケーキは食べます、もちろん。まあ、そのお仕事次第で食べれるかどうかって話なんですけど、待って、もう15分来ちゃうかな。まだ5分以上ある。 OK、 じゃあ髪を巻けますね。クレミはもう次飾ってる。いいね。もう私もそこにあるんですけどね、あの完成しないよ、あのなんていうの、作るよの箱でめっちゃ昔のだけどあるんですけども、やりたい。ツリーとか飾るタイプに見えんって言われちゃった。昔は飾ってた。昔は昔はん、どっちだ、やばい。昔はね、昔は飾っておりました。マジ今年飾るんだったらめっちゃ何年ぶりに部屋に飾るんだろうっていう感じですけど、本当に鳥が鳴いております。
顔色やばい、顔色 悪そうに見える、ごめんね、ちょっとメイクするから顔色悪いって言われちゃった。リップつけてないしリップまだつけてないから、なしでいける、いけませんよ、全然いけませんよ。とりあえずこれでいいとして、光の加減で髪色明るい？ いやでもね、抜けてるよ、抜けちゃってるんですよね。あ、出ました。635です。ありがとうございます。ちょっと。ちょっと前髪を軽く巻きまして。ありがとうございます。ちょっと後で調整をします。はい、それでは皆さん行ってまいります。スタジアムでお会いしましょう。バイバーイ。